仙台市の郡市長は、今月29日から来月3日までタイを訪問し、インバウンドの誘致に向けたトップセールスを行うことを明らかにしました。インバウンドを含めた早期の交流人口の回復、拡大に向けたさまざまな取り組みを加速させてまいります。まずはインバウンドの回復に向けまして、本市の重要市場の一つ、重点市場の一つであるタイ・バンコクを訪問いたします。郡市長のタイ訪問は今月29日から来月3日までで、タイ・バンコクで東北の魅力を PR するイベントや旅行会社との商談会などに出席します。また期間中にタイ国際航空の CEO との面会が予定されています。バンコクと仙台を結ぶ定期便は新型コロナの影響で2020年3月から運休していて、今回のタイ訪問で早期の運航再開につなげたいとしています。ビジネス面でもまた観光という面でも、とても皆さん期待が大きいと思います。そういう意味ではですね、ぜひ今回私も訪問させていただいて、直接お願いをさせていただこうと考えております。